エブリタニア県、パンイ,イプシロンロイオタハイイプシロンロイプシロンイオタ、アルファカッパイプシロンニュータウイタタウアルファ、ウプシロンロウプシロンタウアルファニューアルファー、即地形、北緯39度冷部統計21度40分、エブリタニア県、ギリシャ共和国の中央ギリシャ地方を構成する行政区の一つ。県とは、カルペシ西,西から南にかけて、エトリアアアカルナニア県、北は、 カルディザ県、東は、フティオティダ県にそれぞれ接している。県内のほとんどが産地であり、県南部にはスキーで賑わうティンフリストス山があり、パネトリコ山脈が走っている。また、アヘロース川やアグラフィオティス川、メグドバ川などが県内を流れ、イオニア海に注いでいる。また、2004年には、県東部にティンフリストストンネルが完成した。県の西部では、地中海気候と、 高山気候を混ぜ合わせたような気候が見られ、夏は温暖で、冬には雪が見られる。人口3000人以上の都市、集落には以下がある。エブリタニア県はギリシャで、最も人口の少ない県の一つで、県中部にある県とカルッペニシが最大の町である。これに次ぐのは、北部のアグラファ、ラプトプロがそれぞれ人口約1000人の集落である。エブリタニア県の地域は、 紀元前6000年から紀元前5000年頃に初めて人間が居住し始めた。この地域はやがて共和制ローマの領土に組み込まれ、ローマ帝国の東西分裂後は東ローマ帝国の統治領となった。一時はフランス人に支配されたが、その後エッピロス先生公国に編入され、オスマン帝国に併合された。この時、 東部と南部はオスマン帝国の直接統治となったが、アグラファ山脈周辺の地域は征服が困難であったために自治権を与えられて支配下に入る形となった。その400年後のギリシャ独立戦争の結果、この地域はギリシャ王国の領土となった。今まで貧しかったこの地域の経済はそれから急激に成長し始めた。第二次世界大戦とギリシャ内戦を経て、 1940年代以末に、ようやくこの地域に平和が戻り、経済は復活した。また、農村部の人口が都市に流出し始めたのも、この頃であった。1947年、エトリア・アカルナニア県から分割されて、エブリタニア県が成立した。1950年代に入ると、電気やラジオ放送、道路などが整備された。 1990年代にはインターネットが普及した。2001年の国勢調査によれば、エブリタニア県の人口はギリシャ全土で、レフカダ県に次いで少なかった。人口密度においても、グレベナ県に次ぐ希薄さを示していた。エブリタニア県エブリタニア県は以下の自治体から構成される。人口は2001年国勢調査時点、エブリタニア県の旧自治体カリクラティス改革以前の 広域自治体としてのエブリタニア県は以下の11の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。ありがとうございます。